あ、すごい。福島大学とサマンサタバサが協力して日本酒とバームクーヘンを作ったので、そのうちのこちら福島ピーチバームをいただきたいと思います。すごい可愛いんですよ。これ周りが桃の皮で、ここが実を表してるそうです。あ、すごいすごい、桃の香りがすごい。桃の爽やかな甘い香りが漂ってきました。いただきます。結構しっとりめです。で、桃の味がふんわっと口の中に広がって、何でしょう、香りとともに広がるので、すっごく桃好きの人には食べてほしいです。こちら食べましたが、すっごく美味しかったです。女子会とかにも日本酒と一緒に持って行ってみんなで楽しみたいですね。こちら福島県観光物産館などで限定発売なので、皆さん食べ逃しなくしてください。ごちそうさまでした。